はい、えー、皆さんこんばんは、えー、直角弧ストリーム配信の時間がやってまいりました私はこの番組のキャスター兼プロデューサーを務めます、えー、群馬県知事の山本一太です。 今日もです、ね、この直角コストリームは県庁32階の動画スタジオ鶴の巣からお送りしたいと思います。ちょっと今日はね、なかなか少し曇ってるんですけどもね、夜景が綺麗です。ぜひ皆さん、お時間になるときに32回、えー、一度です、ね、足を運んでみていただきたいと思います。なんとなく群馬県の、ね、これからの未来が見えるようなそんな空間になっておりますのでよろしくお願いいたします。えー、今回はです、ね、あの様々な分野で頑張るる未来ををを担うう若者のの取り組みを紹介するというコーナーナ隣の指導陣を お届けしたいというふうに思います。あの群馬県では人が目指さない領域で勇気を持って動き出す人のことを指導人、始める動く人というふうに呼び、これを育てていきたいと思っています。この指導人の欠片はもうすべての人の心の中にあるというふうに思っています。はいということで今回のゲストは県内初の低酸素ランニングジムラングリーの経営者でありトレイルランナーでもある白川裕人さんです。白川さんよろしくどうぞお願いします。よろしくお願いします。三十二回来たの初めて。 いや、何度ましょう、こんだことがあります,、ええす。はい、ありがとうございます。今日は鶴の巣に、あの、あの、生出演ということで。はい、はい、実は2回目なんです。うん、あ、本当。はい、あ、そうか、そうか。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、えっと、それでですね、えー。まあ、この、私も、その、低酸素ランニングジムラングリすごく興味があるんだけど。はい。まあ、この、番組、あの、今回白、しあの、白川さん呼んで、2回に分けて、ちょっとね。配信していこうと、お、いう,ふうに思うんですが、はい、最初はですね、この。 えー、低酸素ランニングジムラングリー、これ、すごいめちゃくちゃ興味あるんですけどそこにたどり着くまでのね白川ああの、いわゆるそのゆうとさんの少しライフストーリーから紐解いていきたいと前半はですねこう思っているのでよろししくお願いします、はい、えまずねちょっと白川さんのご紹介をしたいと思います。スライドお願いいしますはいえー、ということで、えー、1989年旧吉井町現高崎市に生まれたということで箱根駅伝を目指して大東文化大学へ進学したけども怪我によって断念と。 いうことでその後2013年近畿大学を卒業しなんと縄文新聞社に入社していたというですね、まあ、これがまたなかなかユニークだなと思うんですが2020年の5月に県内初の低酸素ランニングジムラングリーの経営を始めるということで2020年の10月にはですねトレーランニングの100マイルレースの OSJ 公美 OSJ 公美 100, 100で優勝したと、えー、こういうことなんですけどもあの今、経歴を簡単にご紹介したんですけどももう少しねちょっとライフストーリーを教えていただきたいと思いますけど89年っていうと今,何歳ですか今、33歳です33歳、若いですね64歳なんで私より <laughs>、まあ、私よりほんの30歳若い程度かなって思うんですけどもここら辺からちょっと教えていただきたいんですけどこれ見るとね箱根駅伝を目指していたと書いてあるんですがここら辺、 怪我ででで断念をされたんんすかそうなあの小学校中学校時代は野球をやってたんですけれどもいかにもスポーツマンだもんねあんまり上手じゃなくてですね走ることの方が好きで練習終わって毎日走っていてでやっぱりこうお正月といえばテレビで箱根駅伝そうですよね見ますよね国民的な行事だもんね。そうなんですよねいつか自分も ああいう舞台で走りたいという夢を抱いて高校から本格的にこう陸上競技を始めて大学に進んだんですけれども怪我をしてしまってですねやはりちょっとこう若いがゆえにこう無理が重なってしまったので,すよねはいでこう疲労骨折が治らない治らないで重症化してしまってもう怪我も治らなくなってしまって。 それで一度断念してししてままいましたーあーなるほどねでもそこからまた一年発起して近畿大学を卒業するわけですけど今言ったようにねあの若い頃からと,とにかくあの野球もやってたけどその箱根駅伝に憧れて、えーまあ、頑張ってたまあ残念ながら怪我によって断念をした随分一時ね辛い時期もあったと思うんですけど。 かったですね本当に箱根駅伝さえ走ればてもうそれが人生の夢だと当時は思ってたのでそれがなくなったときていうのは目標が全くゼロになってしまったので怪我で部活をやめて一度う大学もやめてしまってちょっと浪人空白期間もあってその後、ねこれ見ると2013年に近畿大学を卒業しっていうことで。まあ ここから立ち直って、ある意味、新しくリセットして、立ち直るっていう言い方はよくないかもしれないけど、リセットして。また人生をスタートさせるんですけど、これはどういう、どういうふうに乗り越えていったんですか。で、なぜ近畿大学なんですか。そうですね。うん、近畿大学では栄養学を勉強しておりまして、食べ物の。栄養士になるための勉強をしていて。こうどっか、こうスポーツと食事っていうのも、かなりこう強く結びついているので。その関係で、こう栄養に興味を持って、勉強。 始めましたあなるほどねそこであの近畿大学を卒業した後ここが面白いなと思うんだけど、はい、栄養学を勉強していて、はい、その後地元のリーディングペーパーである「情報新聞」に勤めたと、はい、いうことなんで,すですかこうやっぱり近畿大学っていうと、うん、やっぱ私あの奈良県に4年間住んでいて、えー、関西圏の空気を4年間体験したんですけども、うんうん、まだ関西だもんねあそこ。 あのやっぱり人々が面白いんですよなるほど一つの会話にしても飲み会一つにしてもすごい面白くてですねはい知らない人にも面白くしてくれるようなその中で過ごしたことで群馬県を外から見てですねやっぱりちょっと群馬県 地味だなと思って群馬を面白くしたい、うん、と思って縄文新聞に入りましたそこらへんちょっと私と志が似てますよね群馬県をもっと面白い場所をするっていう点で言うとう、ね、ちょっと道は違うけど同じものを目指してるのかなと思うんですけども <laughs>、はい、あのとにかくじゃあいろんな社会現象を勉強していろんな発信をして群馬を面白くしようと思って縄文新聞に入った縄文、はい、新聞ではだなんかいろんな仕事をしてたってお聞きしましたいろいろやりましたね、うん、スポーツの大会選手たちの取材にも行きましたし、うん、なるほどうん。 大変な警察もやりました警察周りね、いわゆる殺周りってやつね、こういう世界があるんだという経験もしましたしあとは街のイベントごとも回ったりあとは大きかったのは頑張っている人を取材するという回数がすごく多かったのでどんなことでも頑張ること注目をされることというのは価値があるんだなというのはいいい経験になったと思ます何年ぐらいいたんですか新新聞聞は合計で年間 本当いました。はい、まあ五年いてね、スポーツやってみたりとか、まあスポーツの取材してみたりとか、あるいはほらさつまわりね、はい、いわゆるなんかなんか聞き身を立てて、<laughs> なんかもう課長何があったんですかみたいな <laughs> あれあれもやった、はい、あのいろんなことをやったっていうことなんですけども、一番なんか心に残ってるというか記憶に残っていることってあります？朝文新聞時代、はい。そうですね。うん、あのー、山の取材に行ったんですよね。うん,うん。 2>, 2泊3日で、あなるほどテントをしょって山小屋じゃないんですよ。うんうんえー、まさにテント。テントまだそこまでキャンピングキャンプ来てないから、ところよね。あのー、まだね。今みたいに今はまさにブームだけど、群馬の水上からスタートする県境稜線トレイル、うん、あるある、うん、100キロ、うんうん、あれが開通する前の取材に行ったことがありまして。本当。 開通されてない通路を調査するっていうのに同行した2 0 3日、あれは凄まじかったです、<ー>大変だったっていう思い出です、ね、どういう感じで、もう泊まるのも泊まる場所、ま,ま,まずテント張る場所を見つけるのも大変ですよね草木を踏み潰して平らにして、うん、テント張ったりとか、ですねあで、まあ、まずその3日間、全部雨だったんですよね。うんうんうん 雨の中道なき道を行ってテント建てる場所もないけどテント建ててんみんなでご飯食べてっていう。うなるほどやっぱり白川さんはあれだね何でもそうだけどあの走ることもそうだけど、まあ、正面からぶつかっていくタイプなんですよねそうですねあの器用ではないので小細工なしうん、うん、直球一本で、うん、なんかいやすごい、ね、なんか <laughs> あの知事的にも好感度上がったよ今の一言で <laughs> ありがとうございます。 なんとなくねトレイルランニングに、えー、興味を持ったっていうちょっともうなんか片鱗が出てきたんだけどあのどうしてそこからトレイルランニングになっていくんですかそうですね、うん、あの実は、うん、その怪我をしたところから、うん、運動を全くしなくなったんですよねうん、うん、足が痛いのもあったし、えー、ちょっと燃え尽きたところもあったので、うん、運動せずに、うん ジョモ新聞社でこう働いてる時に体重が8 0キロになってしまって、はい、8 0キロとてもそんなふうに見えないけどはいで、うん、まずはこうダイエットしようとダイエットでこう朝ジョギングをし始めたんですよね、うん、でそこから少しずつマラソンやってみて、うん、でもっと走れるようになったから登山をしてそうすると、うん、山を走ってみようという流れに、うん、知らず知らずのうちに。うん 巻き込まれていきました、うん。なるほど。運動不足を解消するために、まあ、群馬県だし山もあるし登山してたら改めてこの群馬県の自然の美しさにこう利用された。はい、で自分の走るのが好きだっていうのとそれをこう組み合わさったっていう感じ,感じなんですかね。そうですね。あの、うん、やっぱりこう会社の先輩も山登りする方がいて、うん、私山登り経験なかったんですけど、うん、そこをこう連れて,ってもらうようになって、うんうん、はい余計こう体力もついてくるしっていうので。えーうん 走りに移っていきましたあのねあの本当になんていうのかな白川さんのやってることっていいなと思うのはねえ、まあ、栄養士でもあるじゃないですか今やっぱりあの、まあ、コロナ禍で今第7波があの、はい、なかなか収まらないんですけど少しこう落ち着いてきた感じなんでねなんとかあのここからはウイルスと共生する社会を作らんなきゃいけないと思って、まあ、知恵としてもいろいろと頑張ってるんですけどねやっぱり今回のコロナが我々に突きつけた根源的なものっていうのはやっぱりね一人一人が健康で 免疫をつけていくしかないと思うんですよね。この例えば、ウイルスが収まっても、また新たなのが来るから。そうやってみると、あの、どう考えても、健康を維持するためには。免疫力を上げていくためには、運動が必要で。なおかつ、あと大事なのは栄養じゃない。そうですね。バランスとかね。はい。そういう意味で言うと、非常になんか時代の、なんかニーズに合ったことをやってますよね。自分でもそう思いませんか。そう,ね、そうですね。あの。うん、お仕事お待ちしております。うんうん。いや、はい、いやもう、すごく <laughs> 興味あるんだけど。そこで、えー、あの、まあ。あ トレイルラ,ランニング、ここにも意味があるんだけど、まあ、舗装された道路をあ走る駅伝とはちょっと違う自然の中で走るトレイルラ,ランでは、まあ、求められる能力も違うと思うんです、まあかつて以前、カブラギさんにね、カブラギさんという有名なランナーにここに来ていただいたんですが、はい、ちょっとそのトレイルランニングのことについてまた振り,振り返ってみたいと思うんですがちょっとレースの様子なんか、あすごいねあの、まあ、競技を始めたきっかけはさっき言ったように自然の中を走りたいということだと思うんですけれども。あのお 何が魅力なんでしょうかねトレイルランニングかぶらぎさんにもお聞きをしたんですけどす,、ね、すごいね、ここもしかしそうなんですよ、えー、もう岩でつるつるでしかも雨も降っててですね走れないですよね、滑って転ぶこともありますしうん、うん、で私がこう、はい、トレイルランの魅力としてはですねうん、うん、自分との戦いっていうのがすごくなるほど。 引かれるところでやっぱりどうしても駅伝をやってたりとかすると相手がいるんですよね誰々に勝たなくちゃいけないとか負けた何位だったそういうのばっかり気になっちゃうんですけどトレイルランニングだともう自分対自分自分がどれぐらい走れるのかな完走できるのかなっていうのがすごくこう山を走るって誰しもができることではないですし走り 切ればもうみんながヒーローになれるっていう、うん、そういうスポーツなのかなと思ってます。うん、これはどこら辺りですか？あこれはですね、うん、あの私が優勝した時の2020年の OSJ 小海、うん、あの、うん、長野県の小海町。うんうん、あ本当。えー、八ヶ岳の,の、ね。あまさに優勝した下の方ですね。記念すべき大会なんだね、はい。そうなんです。うんトレイルランのそのなんかあ,あの。 会場っていうかねンできるところって全国にいっぱいあると思うんだけど今までやってきて一番大変だったこととかあるこれは参ったなみたいなそうやもう本当にまさにこの時でこの時はこれすごいよね走れないですよねこの時ですねここはまだこう水が多いようには見えないんですけど実はこの時もレース前日から土砂降りでコースとかこう土のコースが。 川になっているよようなあすごいアクロだよね田んぼのようになってて膝まで埋まっちゃうようなうそういうレースだったのでこれを170キロ走るのかっていうのは大変でしたねあの、まあ、さっき言ったように普通のランニングと違って舗装された道路じゃないから、はい、まそこが多分最も大変なところだしある意味醍醐味でもあると思うんだけどね。 まあ普通のランナー、いわゆるあのマラソンのランナーも含めて、ランナーとトレイルランナーってどこが違うのかっていうかね、求められるものって何なんですか、特にトレイルランナーに。やっぱりトレイルラン、うん、困難なことが多いんですよね。うんうん、天候の変わるとか。はい あとはコースがアップダウンがあるのできついところがあったりちょっと楽なところがあったりとかあるしこう時間長く走って自分の体調にも変化が出てくるそういう,こうこの困難を乗り越える力っていうのはすごく必要とされますね。勢いではいけないので根性じゃないんですけど自分をうまくコントロールすること。 なるほど,るほど必要だと思いますマラソンなんかでも駅伝もそうかもしれないけどペース配分ってあるじゃない、はい、トレーラーだって当然あると思うけど、はい、ちょっと多分そのペース配分っていうかもっと多分全体を俯瞰しなきゃいけないんだよねきっとコースがものすごくいっぱいいろんなところがあるからそうですねすごいこう、うん、そうです自分を客観的に見てどれぐらい疲れてるかなとか、うん、エネルギー足りてるかな水分が足りてるかなとか暑さとか寒さもあるのでうん、うん、脱いだり着たりとかを繰り返すんですよね。うん、その そのこう周りをしっかり見れてるか自分を見れてるかっていうのが求められてきましど、これはもう非常に深い世界だなと思うんだけどそこでさっきちょっと申し上げたとおりねトレイルランニングっていうともう頭に浮かぶのは冠木さん、はい、元群馬県職員だったのね,いね我々の仲間だった冠城さんここに来てもなんか,なんか仕事の合間に渋川まで行って帰ってきたりとか <laughs> 大変な伝説を残した人物で、はい、この32階の,あの全国で最も高い 県庁舎を何度も行,き行ったり来たり何ていうか、はい、1>, 1階からなんかも上がったり下がったりしたっていう伝説の,の持ち主なんですが、あのー、お二人はあのなんかとっても仲がいいとお聞きしたんですけどどんんななご関係なでしょうかそうなんです今冠、うん、木さんが主催するチームに今、うんえー、もう4年ぐらい所属しておりまして月に 2>, 2回ぐらい一緒にトレーニングをしていますもともとも私がこう、うんうん、トレイルランにのめり込むというか知ったきっかけも、うん、株木さんという存在で、うん、株木さんも箱根駅伝で挫折を、ねうん、あ同じようなそういえばなんか駅伝目指してたとか言ってたんですねそうなんだでもう怪我で走れなかったという経験を聞いて、うん、同じだと、うん、そうするとちょっとこう自分にもできるのかなトレイルランニングって思い始めてや、うん、トレイルランに。 しし始めましたなるほどこの2人のね、まあ、もちろん絶対関係あると思ったけどつながりはやっぱり知恵としてもとても嬉しいですよね冠城さんずいぶん長く顕著に、はい、あの勤めていていただいてでねトレールランダーがものすごい、まあ、ある意味エクストリームスポーツあの,あの例えば国際レースなんかで言ったら本当に大変なところ走るわけじゃないそうですねエクストリームスポーツだよ1 k、は、の、い、ある意味ねで冠木さんのやっぱりこうハードなトレーニングにすごい驚いたんですよでフェイスブックかツイッターか見てたらまたすごい 大変なトレーニングをやってて、はい、これあの彼は例えば職員だった時から大きい荷物を背負って何かこう行ったり来たりしたりとかねこの,あのあのこの高い県庁の建物、はい、階段をね非常階段だと思うけどそういうのはやっぱり白川さんもあの日かからやってるんですかそうですす、ね、そうね、うん、私高崎の吉井町に今住んでるので。うんうんはい やっぱりこう自然が坂道、うん、アップダウンがすごくあるところなので、うん、そこであの秘密の坂と階段を使ってトレーニングをしています、うん、一日やれば全部いいってもんじゃないですよねきっとあんまり日をためないようにするんだろうけどどんんなな感じのメニューでですすかあそうですね、うん、えと特に平らなところを走る日っていうのはすごく少なくてですねうん、うん、坂道を走る日がもうほとんどです。うんうん 階段、神社の階段行ったりとかアスファルトの坂道行ったりとか長い峠道行ったりとかそういうのを大体どのくらい何時間とかそういう目安あるんですかこのくらいカロリー消費したらとか栄養そうですね平日が大体2時間ぐらいトレーニング。時間すごいな休みの日が 四五時間短くて四五時間トレーニングに当ててます。短くて四五時間ってすごいですね。ずっと走って運動してるわけだよね。そうですね。わかりました。そこでですね、いよいよちょっと核心に入っていきたいと思うんだけど、あの陸上競技開始からわずか五年でしょう。はい、これでレースで優勝したということで、この短期間で優勝できたその要因、はいはい、今言ったようなもうちょっと少し話していただいたんですけど。 どうやってこここのの短期間でででで優勝までこきつけたんすすか、はい、そうですね、うん、やっぱりこう一つはやっぱり自分のやってるところの低酸素トレーニングっていうのも日頃やってるのでうん、うんはい、それもぜひ一緒、ねね、にやっあるんですけど、うん、短期間でいけたっていうのはやっぱり、うん、うん何ですかね、うん、運もちょっとありましたし鏑、うんえー、木さんのおかげもありますし、うん、一つとは言い切れないんですけど。うんうん でもこう昔から思い描いてたことを走るのが好きだっていうところが、うんうん、ここにこう執着したのかなっていうのは感じます。なるほどまあこれ人って向き不向きって分からないとこあるからやっぱりまあ白川さんはもちろんランナーとしても相当本格的にやってたんだけどトレイルランにばっちりはまったんですよねきっとねいわゆるその,、うん、あの諦めない性格とか結構楽天的なとことか <laughs> で楽天的じゃないとできないじゃないだって。あそうでですねこう、うん、前向きで明るい人の方が、うんうん 乗り越えやすすいいと思いますなるほどあ,のありがとうございますあ,のあっという間にちょっと、ね、時間が終わっちゃったので、はいはい、この続きはちょっと次回のですね、はいえー、またスタジオ出演であのいろいろとお話しいただければと思うんですけれどもあの皆さん、すみませんあっという間にもうすごく面白いんでねこの二2回目が大事ですからねいよいよあのこの謎の低酸素ランニングジムラングリーに入っていきますので、えー、ぜひですね来週も見ていただきたいと思います。えー、ということで今回の「隣の指導陣は」は、えー、ここまでにしたいというふうふに思います。 トレイルランの魅力ね、今日う、ずいぶん皆さんに聞いていただきましたが、次回はこの低酸素ランニングチーム、ラングリーの話をしていただきますので、また白川さん、来週もよろしくどうぞお願いします。それでは来週まで、さようなら。見てください、来週も。